はい。それじゃあね。サムネイルを作っていきましょう。対戦相手やったんでね。この人と戦ったんで。まあね。作っていこうかな。着物やな。ね、一応やっぱねサムネイルを作ったらね、入場者が多少増えるみたいやしな。どうしよっかな。夫人やね、夫人。ほんなら、ブラシで、どうしよっかな。おほほほほって感じやね。おほほほほって感じやね。なやこれ。なんでこうなった。なんでこんだけ、なやこれ、これ何？はぁ？ちょいおかしくね。例えばちょっとペンキ垂らしたらどうなんの。あ、いけてんのか。ならいいわ。バックバック色はやっぱりね、俺はこう茶色で描くのが好きやな。イメージがあるやしや。おほほほって感じやな。どうしよっか。ペンキちゃうって。なんだこれ。てん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 してて見にくいな。こうしようか、ちょっと。なんでこれてん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 してんの、まあ、つな。なんでこのてんてん、こいつがドットになっとったな、これ。ちゃう。違う。なんだこれ。あ、でもこれ直ったね。こうやったらいいけどな。ああ、どういうこと？一番ちっちゃいの点々になったらあかんで。点々になったらあかんからな。もう一回行こう。とこうやな。撫で方やね。おほほほほほって感じやね。おほほ。ほほほほほほ。撫で方やね。まあこれ口元やったとして、おほほほほほって感じやから、どうしよう。こうやな。これ普通肩もっとこれが下やな。絶対手首からのあれで絶対下になるな。ちょっとバックさせよう。チュッ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 。これで手首がこう来た時に絶対にこの角度がついて下やと思うわ。こうやな、絶対手首の感じで。で多分こんな感じになるんやと思うわ。多分絶対こうやで、感覚としてね。で、ほほほでしょ。あなた、私に勝てますかみたいな。
鼻口、こうやな。消しゴムでちょっと消してな。で、ここら辺ちょっと消して、消して、消したら、消したら補充する。消したら必ずブラシで、ちょブラシでこの削ったところはね、補修せなあかんからな。ペイントで直す。後でペンキ垂らした時に悲惨になるからね。これ小指やけどな。小指やったらちょっとこうちっちゃいはずやな。おう、行き過ぎた。こんくらいやろ。こんな長い小指はない。これちょっと消して。これちょっと、なんで消えんの？ん？どういうこと？この辺か。よいしょ。消えてんのか、おいちゃんと。な。な。はいはい。よしよし。で、調整しよう。じゃあ消しゴムちゃう、ブラシで書いてね、書いて、ここも塞いどこう、ね、で、ここもちょっと耳塞いで、この輪郭もな、ちょっとこと塞いどくわな。こうや。で、肩撫で方、首は細いはずやから、こうやな、撫で方やん。こうなるわな。こう首が長いんね、女の人はね。で、こうやな。着物が結構あれやな。これ襟が左が右が上なんか、こうか、こうで左が上で、ちょっと襟が出てますよってことか。こうやね、感覚として。こんな感じ？こんな感じかしら。こんな感じやね。ね。で、襟がここは出てますよって感じになる。で、こんな感じか。感じ的にはね。おほほほほほ。私に勝てる？ここも塞いどこう。こうやって。おほほほほほ。で、手がねえな。口、鼻、ここか。また手がつった。手がつる。で、口がつぶねえな、こう書いて、
て、鼻かいて、目を大きくしようか、現代風に。おほほほほほ。目でっかいだ。鼻がこっちやな。鼻がここからやな。よし。で、髪型がこんな感じ。そう。カツラかけて、カツラかけて、どうなるのかしらってところやね。なんか普通こう髪の毛がさ、いた、ボリュームがあるからね。まあ適当にこうしとこうか。でけたでけた。こうやね。はい、でけた。できましたよ。これでいいの。ここの手の感じが、まあちょっともっと綺麗にできてよかったけど、まあまあまあいいでしょう。こうなだらかにいきたいけどな。こうクリックは難しいね。手がこう。こう、こう、これ消え消え消え、消しゴムでね、やって、ここちょっと消そうか、こき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 ね。で、ここもちょっと消してね。で、いらんの消して、ここか、ここいらんな。ここもいらんやろ。こんな感じやな。ね。こんな感じ、こんな感じ。で、いらんの消そう。いらんの消して。で、ここもいらんな。よいしょ。ここもいりませんと。はい、できた。あとは塞いでいくかな。ブラシにして、あとは消したところをこうやって書いてこいな。よいしょ。ここも消えたところをこう塞いとかなあかんのかな。ダダ漏れになるやん。こうやって塞いでいく。ここも耳やな。耳も後で色塗るから、こうやって色塗って。で、こういう風にやって。で、髪型ね、こういう風にやってさ。髪型こうやってつけてな。こういう感じで。で、例えば、こうやってやって入れとくと、まあ後でな。線入れられるけどな。なんかバンドかなんかしとったらいいね。バンドはしてへんな。間隔が左から右に入っとるな。ちょんだけど関係ねえ。まあこういうの入れるとちょっとちゃうけどね。どれ位置はここやな。
まあ適当に、まあこの辺の後ろに入れるんちゃう？知らんけど。この辺の後ろに、でも書いてへんか、こんにしようか。よいしょ。こういうふうにやって、なんか止めてありますよみたいな。よいしょ、これでいいやな。それで、着物は柄、花柄、紫ってことね。よいしょ。よし。で、ここの枠は、ちょっと入れといてあげると、後で色がつくからね。こうやな。で、ここは分かれ目やからな。ちゃんと分けとこう。よし、できましたと。でだ、いっちゃん細いので影入れたんね。こうやってこうやってな、影を入れてこうか。影入れたで、こんなところの影になるか。影をこうやって入れとったやな。着物の影でこうやな。で戻して、ここはちょっとこういうふうにして、色を変えられるようにしてな、後でな。で、ここは見えへんようにして、こういうふうにしてな。それでな、で、それで、まあ文字入れちゃおっか。サンプルをして、痛い。コロ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 。私に、勝てる？
で、ここが、ちょい待って。おい。赤にしてな。ここにして、300くらいにしたろうか。はい、3畳で、ここびっくりにしてやろうか。何すんの。もう一個やな。バック。よし。で、よし、あとペイントしておこう。バケツで、この辺にしてみようか。あ、これあかんね。繋がってないからこうなる。バックさせような。で、ちょっと濃いところは、こうしようか。やめなさい。んで、ここさらにちょっと色濃くしてやな。ピンクになってんや。ピンクちゃうし。スポイトで見て測ったらここだから手の位置はここにしようか。なんでピンクになるかね。ピンクじゃねって。もうスポイトと同じでいいわ。ピンクちゃうからな。ねえ。で、ちょっと塞いとかなあかんから、じゃもう一回塞ぐぞ。鉛筆、ヘアブラシで。太さは、もう急いで。なんやこれ。もう嫌やな、こういうの、ほんま嫌。なんなんこれ、もう意味わからんの、嫌やん。もうほんま意味わからん。なんなんこれ、茶色にしようか。なんで漏れんねんって話やから。漏れんなっつうの。ムカつくわな。
輪郭変わっちゃうからな、こんなの。もっと普通シャープな感じやからな。この辺でやりたいよな、ほんまはな。よし。よし。よしよし、これでいいわ。まあ、これでいいか。で。花柄、花柄、紫花柄やね。紫花柄。さあ、で、よし。で、髪の毛が赤っぽいね。ちょっと髪の毛が赤っぽいね。おいおい、バケツ。よしよし。おい、やめなさい。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 なんでここでやったのが漏れんのかね。ほんまに。ちょっと待って。一回ふさがなあかん。ここは。ブラシでふさいだろうわ。色は。色は茶色。おい、なにこれ、なんで癖やねん。癖なんかせえへんぞお前。意味わからんぞお前。これでいいわ。で、バケツ。
影した。ここは白でもいいな。バケツ、ここやな。よしよし。で、そんで短冊は適当にしてだね。まあこうやって色一緒になっちゃった。変えよう、色は一緒じゃおかしいよ。さあ、よっしゃ。よし。で、もう OK やな、これで。消しゴムでちょっと消してやね。よいしょ。これでいいでしょ。オッケー、じゃあこれでいいね。あー、バカバカバカ、文字も消えるのか。よし、できました。よし、これでいいやね。こうするとね、ちょっとアクセス変わる気がするからね。うん、じゃこれでいいや。